はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。睡魔様、睡魔魔法様、ホワイトアウト5963様、今日から文月タワナンチン会長様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に、ありがとうございます。恐縮ですが、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。有志から画像提供ありました。6月30日16時すき家橋付近、全労連共産党系ですねによるデモが あったみたいであります。ナンバー隠して、前のナンバーね、同行法違反ですよね。本当共産って法律守んないのね。70以上にもなってね、革命ごっこまでやってんだから、バカどもがね、生きがってね、アウトローな俺かっこいい、法律を守らない俺かっこいいとか、思ってやがるんでしょうかね。あと若者憲法でもって、書いてありますけれども、この、垂れ幕っていうか、幕のとこにね、若者憲法、若者は自分らのこと若者って言わないから、若者憲法でもっていうだけで、あ、主体は高齢者なんだなってわかりますね。こんだけで、若者って言葉も古いですよね。なんかなんで若者って。次回はナウナヤング憲法でもって、してもいいですね。トレンディーなヤングってやるとか、ハイソなヤングでもいいけどね、チョベリグなヤングでもいいな。まあ若者でもって言ってるところが、主体が高齢者なんだなってすぐバレますよね。日経記事、30代60代の過半数が小池候補支持、70歳以上の過半数が蓮舫候補支持と、やっぱ蓮舫はおじいちゃんたちのアイドルみたいですね。世論です。高齢左翼のアイドルやん、70歳以上ってまんま日本共産党の支持層やん、共産のボリュームゾーン、70歳以上が一番変革を求めてるという驚きの結果、国政でも立憲共産の支持は70以上だよ、若者のための訴えをしている蓮舫さんって、設定はどこ行った、70以上は多いから侮れない、ちゃんと選挙行くし、マジで若者選挙行ってお願い、70以上でもちゃんと働いてきた人は共産党嫌いだよ、蓮舫の支持者っていつも帽子かぶってマスクしてプラカード掲げてると、まあ凱旋に来る人がそんな感じなんでしょうね。国政でもですね、立憲と共産の支持者は70代が最多なので、まあこれは当然かな。80、90になるとまた違うんですよ。戦前生まれになるとまた違うんですけど、まあ戦後生まれ、70歳以上でもですね、パソコン使って私の動画見れるようなエリートさん、スマホで見てる方には申し訳ないですけど、パソコン使って、YouTube なんかの動画を見てる65歳以上って、たったの 11% しかいないっていう、データ出てますんで、まあ私のこの動画をねパソコンで見れてるのはエリートさんですよね。そういう人たちやちゃんと生きてきた、70代はパヨ大嫌いですよね。っていうか、パヨを支持してる人らは知れば知るほど嫌になる、パヨは知れば知るほど嫌になるから好きになりようがないですね。好きになりようがない、立憲共産支持の高齢パヨさんたちは、知らない、分かってない、だけなんだと思いますよ。70歳以上で蓮舫さんいいわなんて言ってる人は、連中の正体知れば嫌いにしかなりようないもんね、これね。連中の正体知って好きになれる人っていないよね、はっきり言っていない。 TBS 調査、小池候補ややリード、蓮舫候補激しい追い上げだって。世論です。どうすんだこれ、どこに追い上げる要素があったんだ。3位じゃダメなんですか。小池一歩リードの共同と割れたな。お前ら出口調査に嘘つきすぎだろ。パヨさんたち
この記事でハイになってる喜んじゃってハイになってる、この手の調査読売が角度が高いそうなんですけど、読売ではですね小池候補リード、蓮舫に入れそうな有権者の数を予測してみました。2014年の都知事選、宇都宮健治98万票、細川森弘96万票、ここら辺がややパヨ、細川に入れるような人ややパヨ、宇都宮健治ガチパヨ、194万票。2016年都知事選、鳥越俊太郎135万票、上杉隆、ややパヨ18万票で153万票。2020年、宇都宮健治84万票、山本太郎66万票で150万票と、10年で、2014年から10年でだいぶ減ってますね。高齢化によるあの自然現象のせいですかね。上からあのだいたいいなくなっていくからね、あの年間死亡者数、昨年は160万、今年は170万超えるんじゃないかで言われてる。蓮舫の得票はだから最大で150万票と予測いたします。山本太郎プラス宇都宮健治票、パヨ票、小池候補は2016年292万票、2020年366万票ってとこですね。2020年はあのコロナで、もう世の中停滞してて、小池続投でいいやっていうムードでした。都知事選は毎回投票率が6割弱の600万票、東京に有権者があの1100だっけな、いてですね、まあ、6割弱の600万票で争うんですけど、いまだにね、あの150万票4分の1が頼ってる事実におののきますね。なんであんたらわかんねえのっていう、なんでなのっていう、まあ、テレビだけ見てればわかりっこねえか。あさって7月3日から新札流通開始。現金流通量120兆円のうち60兆円がタンス預金なのに、これどうすんのって話題になっておりました。そっか、あの流通量の半分がしまい込まれてて流れてないのか。世の中金は天下の回り物、回ってなかった半分も、世論です。新札の短期タンス預金になるだけでは、まああのタンス預金、新札が手に入るたびに旧札と取り替えてれば、いつかはあの全部新札のタンス預金になりますよね。3年で旧紙幣は使えませんってしたらどうだ。そんなことないですよ。今使っている札も永久に1万円なら1万円、5000円なら5000円の価値は政府によって保証されます。そんなことをするのはロシアぐらいだな、ソ連ぐらいですよ。ソ連ね、それやったことあって、1年で使えなくなったんだっつって、現金、で猛烈なことを起こった。ユーロ導入の時に表に出せない地下経済の紙幣が使えなくなる前にと高級車がバカ売りしたそうだ。へえ、俺んちタンスないんだけど、みんなのうちには普通にあるの？私ん家にもないな、そういえば。タンス預金って別にバケツに現金貯めててもいいんだぞ。災害の時の機動性の良さから言ってもタンス預金の方が優位だろ。まあ現金主義だってことですかね。私ね、東日本大震災の被災者なんで、私は現金派であります。電子マネーは電車のパスもしか持ってないであります。強盗や火災対策として家に現金なるべく置かない方が大半じゃないでしょうかね。銀行 ATM 止まるほどの場面では現金持っててもあんまり役に立たないのも事実なんですけどね。震災直後は現金持ってても全然役立たねえなっていう、そのブツブツ交換っていうか買えるものがないからね。新札を手に入れても慣れるまで時間かかりそうですね。なるべく旧札で支払って新札は使わないって現象が起こりそうですね。タンス預金の入れ替えのためにも、新札手に入るたびにタンス預金の旧札と入れ替える。だからなかなか新札が出回らない、旧札ばっかり。悪化は良化を駆逐するっつんでしたっけ。旧札もまあ価値は保証されてるんですけどね。今日の単身です。
1月から3月期の GDP 前年度比 0.7% 減少、公共投資が 3.0% プラスからマイナス 1.9% に 5% 近く減ったのが効いたみたいであります。まあ、あの人口減ってんだから、そりゃ経済規模も縮小するわね。160万人亡くなってから人口の 1.5% ってとこですか。 1.5% じゃねえや、80万人、減ったんだ昨年は。してみると、あの 0.78% 人口減少だったら、あの GDP 経済規模も 0.78% 減るってのが自然な減少でしょうね。人口増が続く東京以外は店も会社もどんどん減っていくわけだしね。人口に合わせた店の数、ラーメン屋の数、会社の数になっていくわけだしね。男女平等とか、女性が輝ける社会をとか言って、女性をね、男並みに働かせようとして少子化推進してんだから、自民党ときたら話になりませんね。バカなんじゃないか。女性が家庭で輝かないと子供なんか増えっこねえだろって、なんで誰も気がつかないんだ。バカばっかだなーって。バカが揃ってる経団連、夫婦別姓を推進せよ、提言を小泉法務大臣に提出。財界が夫婦別姓歓迎の理由が全然わかんないですけどね。別姓にしたらなんか儲かること、得することでもあんですかこいつら。社会が混乱して、商売どころじゃなくなんじゃない。片親とね、親子別姓になった子供が不幸って思わないのかね。例えば、お母さんと苗字違います僕は、お父さんと苗字が違います僕は、不幸って思わねえのかって話。そんなに姓が変わるのが嫌なら結婚しなきゃいいじゃんね、事実婚とかで。私は全国で900人しか、いない姓なんで、靴沢ってね、悪目立ちするしすぐに特定されてしまうんで、できたら結婚して苗字変えたいですけどね。靴沢って読めない人多いしね、水沢さんですかとかよく言われるしね。なんで経団連が別姓をしろなんて全然わかんねえな。これもソ連で大失敗してるんですけどね。子供がグレて、やっぱ片親と苗字が違うってグレますよね。僕ここんちの子供じゃないんですか、お母さんの子じゃないんですか、思っちゃうよね。経団連何余計なことしてんだろう。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。